忙しい毎日を送っていると希望を持とうと言われてもあまり考える時間が持てないのだ。そうよね。仕事や家事だけでなく余暇でリフレッシュも大事だしね。そんな時に備えてこうありたいという自分像をイメージしておくことはとても大切なことなのだ。私は毎日元気に暮らしていきたいな。メタンのような目標も素敵なのだ。ここで我らがウプ主からのメッセージをお届けします。どんなものでも構わない。例えば笑顔で暮らていたいというのも立派な将来像。そうなるように一歩ずつ今を積み重ねていこう。